なんか昔のブリッジを安いからという理由で買うのは本当におすすめしないです。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、電波チャンネル電波市と申します。今日はね、ボロブリッジの選び方みたいな感じで、私そこそこなんかね、ボロのブリッジもたまにレビューしてるじゃないですか。まあなんかそこそこ触ってきたので、ボロブリッジを選ぶときに、要は通販サイトで写真だけで見て判断するときに、どういうところに着目するとこういうことが起きるよっていうのを、ちょっとノウハウ的なところを残していこうかなと思います。で、まず最初にエアフローの話なんですけど、ボロって、まずその、ほぼ 100% エアフローピンで買えるんですね。要はここの、お尻のところを、このお尻の部分を、取って、エアフロー変えるんですけど、そこに大体何ミリって書いてあるんですよ。0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 みたいな感じで、書いてあるんですけど、そもそもそれってエアフローどのあたりなのみたいな感じだと思うんですけど、RTA とかだと最近もうエアフローピンになり、主流になってるから、そこら辺さすがに分かってるよみたいな人も多いと思うんですけど、そこのエアフローの穴の数字、何ミリの数字で MTL になるのか RDL になるのみたいなイメージで言うと、私の感覚だと、1.5 が MTL と RDL の間ぐらいだと思います。で、要は 1.2 とか 1.0 とか 0.8 は MTL、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 ぐらいはもう RDL みたいなイメージですね。で、大体 3.5 を22、3ワットで使うことが私多いので、多分そのぐらいか、ワッテージ的にはそのぐらいかなと思います。で、2とかだと18とか、で、4だと一応25ぐらいは全然たけるなというふうな、イメージはあるんですけど、大体そこがそのぐらいかなっていうふうな、感じがします。で、次に、個人的に結構重要だと思ってるのが、これですね。このコットンの通り道ですね。このコットンの通り道って2パターンあって、これエーテルは、ここのコットンをここに折って入れるみたいなスタイルなんですね。ここにコイルつけて、で、コットンここに差し込んで、で、ここからコットンがピョって出てくるよみたいな。っていう風なタイプで、熱に関しては、これ、こうですね、ここにコイル乗っけて、で、コットンを横に出してって、で、ここの穴のところからコットンができますよ、みたいな、スタイルなんですけど、これはね、このコットン折らないやつ、このコットン折らないやつの方が絶対いいっす。コットン折らないやつの方がマジで絶対いいっす。これは、なぜかというと、漏れにくいし、いがりにくいから。コットンの最初の一歩って、漏れずにいがらず使うじゃないですか。そこに関しては、もう絶対にこれ、横からコットン出てくるやつ、要はコットン折らないやつの方が、絶対に有利です。これなぜかというと、すげえ単純に、これ、コットンの通り道すげえ太いんですよね。すごい太くて、かつ、コットンって丸いじゃないですか。コットンって丸いじゃないですか。その断面はね。もともと、その、要は、コットン、コイルにコットンを通したときに、どうしても円形になるじゃないですか。それを円形の方に通すんですよね。で、こっちって、その、いわゆる、その、一昔前の RTA みたいな感じになってますけど、こっちは、コットン通して丸くなったコットンを、これ平型に、伸ばさないといけないですね。要は、そこで、加工しないといけないかみたいなところで、例えばこっちがダバダバに漏れるってところだと、多分隙間が空いちゃってるとかだと思うんですけど、こっちって、よっぽど少ない限り、なんか隙間が生まれるってほぼないんですよ。なんで、その隙間が空いちゃって漏れたとか、そういうところに対してはかなり強いし、あとはその、こっちはね、あとね、こっちでがいがる原因は、コットン詰めすぎなんですけど、こっちに関してはかなり大きさがあるので、むちゃくちゃリキッドと接する面積が広いんですよね。なんで、多少詰まってても、この、たくさん、コットンとリキッドが触れるところがあるんで、それでカバーできてるよみたいな状況になりやすいんで、そういう意味でも、コットン折らないやつ
こんな感じのね。こんな感じのね。こんな感じのやつね。横に穴が開いてるやつ。を選ぶと、まあかなりそこら辺の取り回しは良くなるのかなっていうふうに思います。で、次が、あとはね、そこが一番私重要視してるというか、まあかなり重要だなと思ってるんですけど、次は、あとね、エアフローのピンの形状っすね。エアフローのピンの形状って、今はね、もう大体、まあ普通にエアフローピンとポジピンが兼ねてますよみたいなデザインが多分ほぼ全てだと思うんですけど、これね、エアフローピンの頭に穴が開いてるか開いてないかっていう風なところが、実はね、ちょっとあるんですよ。ちょっといやらしいところが。これ、エーテルなんですけど、これはぶち穴開いてるじゃないですか、この底面にね。まあ、もちろんこっち横に穴開いてるんですよ。横に穴が開いてるんですけど、底面に穴がぶち抜いてあるやつは、ちょっとモッドによっては使えない場合がありますというか、抵抗値が安定しない場合があります。これなぜかというと、まあ、要はこれ、穴が開いてるんで、で、ここにポジピンが当たるんですね。ここにポジピンが当たって、そのポジピンの大きさがモッドによってちょっと違ったりとか、あとは、その、マイナスが切ってあったりとかするんですね。最近のやつって。まあ、そこを回して、ポジピン自体を上下できるような構造になったりするので、そこに対して、まあ、線あたりになっちゃったりとか、斜めに当たっちゃってたりってなると、ちょっと抵抗値が、安定性があんま良くなかったりするので、ここに穴開いてるやつは、ちょっとモッドに左右されるかなっていうふうな気がします。AMA はね、多分大丈夫なんですけど、まあ、モッド側に依存するので、まあ、経験上ね、AMA は結構安定するんですけど、穴開いててもね。ただ、それは、ここの結局、接触点のところが、っていうのは原理的には同じなので、モッドによって相性があるっていうふうに、考えてもいいのかなと思います。で、よいしょ。で、そこでね、ここが、で、あとは tips なんで、ほぼ tips なんですけど、ここの背中というか、そこに穴が開いてるやつと、マイナスが切ってあるモッド。そこに穴が開いてある、そのブリッジと、マイナスが切ってあるポジピンのモッド。そこの組み合わせ使って、RDL とかすると、ちょっとエアフロー荒れ気味なので、ちょっとそこは覚悟するか気をつけるかした方がいいかなと思います。まあ要はね、そのマイナスのところからね、ちょっと吸っちゃってますよ。特にエーテルは結構顕著で、結構エアフローが荒々しくなるので、そこはまあ覚悟するか気をつけるか、そもそも買わないか、した方がいいのかなというふうに思います。で、あと、あとはね、個人的に次に気にするのが、ここが取れるかどうかっすね。この、こっちがチャンバーで、こっちが、チムニーっていうんですけど、チャンバーとチムニーが外れるかどうかですね。これ、ティターは外れます。てかね、大体外れるんですよ。まあ、結構コスパを求めた商品だと、コストパフォーマンスを求めた商品だと取れないことが多いです。取れるでしょ。取れないね。取れないよ。これ、取れないって、理屈で言うと一長一短なんですよ。理屈で言うと一長一短です。ここを一体の方が、まあ、要はここが通電経路になるんで、低根値が安定しやすいだと思います。理屈は。とか、その接触不良になるところが一個少ないので、そういう意味で安定して通電できると思います。ただ、その、実際問題使うときに、よいしょ。これ、ボロタンクですね。使うときに、例えば、ティタとかだと、実際使うときに、まあ、ティタとかだと、まあ、ビルドしました。で、蓋つけました。で、ここにつけました。で、こんな感じで、つけました。っていう風にやるんですけど、エーテルの場合は、ここ取れないんで、先にここを通しとくんですね。先にこう入れといて、で、ここをこっちに通して、で、これをこっちにつけて、で、中で合わせるみたいな感じの使い方になるんで、これね、ちょっと今ね、これね、パンクね、綺麗にしちゃってね、なかなかこう通らないんですけど、なんかそれね、かなりやりづらいっす。大変です。なんで、
ここはね取れた方がいい、マジで。ここはねマジで取れた方がいい。ここ一帯のやつはまあ多分その分安いんですよ。エーテルってかなりコストパフォーマンスがいい、ブリッジなんで、多分そういうところで原価低減をしてるのかなっていう風な感じがしますね。ちょっとあの怖くてつけらせなかったです。よいしょ。もうちょっとびちょびちょに濡れてた方が多分つけやすいんですけど、要は、これを中にこのオーリングのところをがここになるように入れるみたいなイメージですね。なんで、ここはね取れた方が絶対ですが、だから取れるやつの方が多数派なんであんまり気にしなくてもいいかもしれないですけど、で、あとはね使い勝手のところはで言うと、最近ちょっと結構あるのがこの510スレッドが内蔵のやつですね。こんな感じで、オーリングついてくるんだよな。こんな感じで510スレッドがもともとついてるやつ、これはマジで便利ですね。このとか、他のやつというかこの510スレッドが直接ついてないやつはどうするかっていうと、なんかそのオームメーターとかモッドとかになんかジョイントみたいなのをつけて、でそれにつけるみたいな感じなんですけど、これねカバーがついてて、こっちに510スレッドあるっていうのはあのめちゃめちゃ便利です。私ね、ああいうのなくすんですよね。私ね、ああいうのなく、ちょっと使わなくなったらすぐなくすんで、とか、どれがどれだってなるんですよ。結局、エーテルのガイド、エーテルのジョイントはエーテルにしか使えないんで、どれがどれだってなるんですよ。そういう意味で、510スレッドが直接切ってあるやつ、かなりいいですね。で、あとね、ただ、その、問題点としては、これ、ボロあるあるなんだけど、このポジピンの出しろがやばいぐらい出てるんですよ、ね、その RDA とか RTA とかに比べると。これ多分ねコンプライフぐらい出てると思うんですけど、普通にスレッド噛めない時あるんで、ちょっとそこ注意ですね。これ BP モッツの布団っていうオームメーターなんですけど、これはねほぼ確実につくで、ピコとかだとつかない時あるので、そこはね個人的にはね、BP モッツの布団ホームタブあった方がいいっすって思う。でそこまで話して、であとはさっき今までなんか使いやすいとか使いにくいとかそもそもの基礎知識とかそういう話になってますけど、次は味っすね。味の方の傾向なんですけど、すっげえ平たく言うと、ね、チャンバーの部分を見てください。ちっちゃい。まあ普通。ちょっとでかい。すっげえ高い。みたいな。そんな感じだと思うんですけど、このチャンバーのレイアウトというか、チャンバーの大きさっす。すげえ平たく言うと、チャンバーがでかい方が RDL 向きです。で、チャンバーが高い方がエアフロー綺麗になります。この2ポイントかな。この RDL 視点で言うとね。で、MTL 視点で言うと、あんまり大きすぎるとちょっとスカスカしちゃう。で、MTL だと、そのエアフローの荒れ方の、振れ幅というか、荒れ度が結構控えめなので、あんまりここに、この、チャンバーの大きさに対して、あんまり大きいのはやめた方がいいなって思うけど、まあ、すごいちっちゃくても別にいいのかなと思います。MTL 目線だとね。これなぜかというとですね、これはね、完全に経験則なんですけど、まあ、要は、その、チャンバーが広い方が、無理なく、ミスト、例えば RDA をやるときに、じゃあ 22W で済みますねってなったときに、これ、22W に、耐えられるチャンバーの大きさと思いますか？これ。どう見てもちょっと無理じゃねって思う。まあ要はチャンバーの中である程度広さがあった方がミストが潰れにくいんですよね。そう、たくさんミストを出した時にミストが潰れにくいんで、味の解像度が下がりにくいっていう風なところですね。であとはそのチャンバーの背が高い方がエアフロー綺麗になるっていうのは、まあ要はここで、まあ、例えばここで、コイルがあって、でコイルこれまあボトムエアフローなんでコイルが当たるじゃないですか。コイルに、空気が当たって、でこっちの方がいいか、
コイルに空気が当たって、で、あのコイルに空気が当たると、まあ、この、まあ、Y 外側に出てくるわけですよ。で、それをここに吸うんで、要はそこの Y 外に割れたところから、このチムニーのところまで直線で結べますかっていう風な話なんですよ。直線で結べないと壁にちょっとゴリゴリ当たりながら入ってくるよみたいなところでちょっとエアフローが荒れがちなんですけど、まあ、例えば熱とかだとコイルここにあって、これね本当にチャンバでかいからね。でチムニーがここ、チムニーの境目はここで、でここからここまで直線で引けますかっていうとね、多分引けるんですよ。多分引け、まあ、あの要はあのチャンバの背が高い方がそこの直線引きやすいんですよ。なんであのエアフローがあの無理なく壁に当たらず、おそらくね、おそらく壁に当たらず入ってくれるので、そういう意味でもあの味の分解能も高くなるし、あのエアフローも割と綺麗になりますよっていう風な感じですね。で、次味の話で言うと、次はあれですね、このチムニーの太さね。まああのティタってかなり細めなんですよ。まあ、ティタってかなり細めで、で、エーテルもまあそこそこ細いかなっていう風な感じで、まあ、AMU もまあそこそこ細めです。で、熱はそこそこ太いんですよ。で、これあの MV っていうアトマイザーなんですけど、これ MV はむちゃくちゃ太いです。ゴン太でございます。これがね、何をするかっていうと、その、要は、個人的にはチムニーは太ければ太いほどいい、あの太ももと同じなんですけど、チムニーはまあ多分あの、まあ、ただその今ってボロの上側のフラッシュナットって言えばいいんですか、そのドリップチップつけるところ、あそこの径が4ミリぐらいなんで、4ミリ以上はそのオプションパーツ使わないで意味ないでしょっていう風な感じになるんですけど、まあチムニーはまあ4ミリもしくは4ミリ以上の方がいいかなと思います。なぜかというと、まあ、これはね、完全に RDL 目線なんですけど、RDL で、吸おうとしたときに、あんまりね、このね、チムニーがね、細いと、ここで、ね、ミストが潰れちゃうんですよね。で、私、RDL で吸いたいので、22とか23ワットぐらいで吸いたいんで、そこのね、潰れ方みたいなのはね、すげえわかるんですよね。なんで、熱もね、結構太いんですよね。熱もかなりフレーバーも出るし、まあ、これ MV っていうやつなんですけど、MV はなんかもう本当にパワープレイって感じなんですけど、本当にぶっといんで、そこら辺の潰れ方が明確に少ないなっていうふうなところを感じるので、そういう意味では、このチムニーの太さもちょっと気にしてみた方がいいかもしれないですね。MTL でやるんだったら、そこの影響は比較的少ないかなとは思うんですけど、むしろ太すぎてスカスカしちゃうっていう可能性もあるんですけど、個人的にはね、かなり太ければ太いほど RDL 適性が高まる。で、MTL 適性は緩やかに下がっていくみたいな感じなのかな。ちょっとね、MTL をね、あまりね、ボロで使わないので、まあ、レビューするときぐらいにしか使わないので、ちょっとあれなんですけど、ここが細いと何がいいんだろうねって、とは正直思ってる。あとはね、ブリッジの選び方ではあるんですけど、このね、エアフローの、このピンの穴形状とか、ちょっと気にしてみた方がいいかもしれないですね。個人的には、この中で、エアフローピンから出てくるエアフローの綺麗さで、一番好きなの AMU なんですけど、ピンのこの穴の形状っすね。こんな感じで、ピンの横に穴がいくつか開いているパターンの方が、なんかエアフロー綺麗な気がする。気がするなんですけど。多分こっちの方がエアフロー綺麗なこと多いです。例えばこのピタとか、これ結構昔ながらの、結構時代を感じる形状なんですけど、この穴が開いてて、で、なんかここに当て面があって、みたいな感じなんですけど、これはね、なんかね、エアフローの底付き感みたいなのが明確にあるんで、これ、まあ、これね、最近あんまないんですけど、こういうタイプ、私あんま好きじゃないですね。
で、まあ、エーテルはね、別の理由なんですけど、ここに穴がぶち開いてるから、エアフロー荒れちゃうなっていう風な感じではあるんですけど、そういうところでエアフローの感じに差もちょっと出てくるかなっていう風な感じでした。まあ、最近のブリッジは買えば大体、なんか筒、そこに穴開いてない筒で横から穴が開いてるようになってると思うので、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあおそらく、まあそこら辺は大丈夫かなと。で、ここまで言ってくると、なんか、ね、昔ながらというか、言ってしまえば流行る前からボロを使ってたユーザーはもう気づいてる。もうボリボリに気づいてると思うんですけど、チムニーが細くて、チャンバーがちっちゃくて、エアフローピンは、筒に横が穴が開いてるパターンではなくて、で、コットンを折る。っていうのがね、昔のボロブリッジってそういうの結構多いんですよ。っていう風に言うと、あんまり詳しくない人がなんか昔のブリッジを安いからという理由で買うのは本当におすすめしないです。はっきり言ってここ2年ぐらいでボロのブリッジ超進化したんですよ。なんか今までなんか無意識なのかどうかわかんないんだけど、無意識にずーっと、まあ、ここってみんなこうだからこうしてるよね、みたいなところを、結構ここ1、2年でぶっ壊した感じがあるので、まあ2年以上前のブリッジは、ちょっとそれ大丈夫かって、まあもちろんわかってればいいと思うんですよ。わかっててマニアックに買おうとしている人だったら私絶対止めないんですけど、単純にこれハイエンドメーカーだけど、なんか中古で、なんかちょっと古いやつなんだけど、なんかハイエンドなのに、なんか例えば1万円で買えます、5000円で買えますみたいな時に、古いブリッジに手を出すのは、そこを理解しないんだったら、俺は手を出さない方がいいと思う。例えば2、3万円、元値が2、3万円ぐらいの、例えば2020年とか2019年のブリッジがあったとするじゃない、だったら同じ値段で2022年とか2023年の、1万5000円ぐらいのブリッジの方が多分うまいんですよ。まあ、そこはお前の方が分かってねえよっていう風な、その俺よりボロ分かってるやつがいるっていうのはもちろん分かってて言ってるんですけど、これからブリッジを買う人に向けて言ってますね。なんで、できればブリッジは新しいものを買った方がいいです。ここ1、2年での進化半端ないので、中古で買うときは、そのプロダクトが、まあ、いつ発売されたものなのかみたいなのをちょっと調べてみるのもいいかもしれないです。ここ1、2年とかだったら、結構使いやすいと思います。3年以上前のプロダクトだとちょっとなんか癖があったりとか、そもそもなんか通電させるのにテクがいるとか、なんかそういうところがね、やっぱりあったりするので、まあ今のやつもないとは言わないんですけど、ビショップキューブとか、あのカトマイザーマジで俺ほんと嫌いなんですけどいや、まあ今でも癖あるものはいっぱいあるんですけど、比較的ブリッジに関してはここ1年ですごい変わってきたので、最近のやつを買えばいいのかなと。まあ、最近のやつで、ここがいいよねってピックアップしたところ、ここが、変わるとこう変わるよねってピックアップしたところを今すべてお話ししたので、すべてのかなわかんないけど、お話ししたので、まあ、そこと相反するところがちょっと一昔前のブリッジには多いよねっていう風な感じなので、まあ、ここの話を思い出していただければいいのかなというふうに思います。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。